はい、ホットラックです。12.3、ちょっとよくわからないグラント、9飛球6防衛できて、結局ね10の人に埋められましたが、一番下で5防衛するような相手です。偵察、とりあえずこれがヒヒをここから入れて、ここの壁開けて、ここ開けて、ここ開けて、入れてこっちに連れてくっていうプランです。まあでも軽い気持ちで詰めてて、このウィザードがね、キーになるんですけど、このウィズトのタゲを一瞬取ってくれて、こっちの壁まで開くことに成功したんですよ。狙い通りこっちに入ったんで、ですが、ここでクイーンと当たるんですけど、レベル低くて負けちゃうんですよ、レイジ乗ってても。でも多分ここ生きてたらこっちに回ってくれて、最終的に多分この壁叩いたと思うんですよ。こいつらがいるから。多分ここ。で、最後こっちで合流したと思うんですけど。はい。で、テスラはこの辺ですね。で、同じ。が、ここのミスったことによって、ヒーラーが出ます、なぜか。ここを本当はガーゴイル出そうと思ったら、スクロールの途中で当たっちゃったみたいで、ヒーラー4体になります、いきなり。結局これね、ヒーラー4体で良かったっていう、ことに。まあでもね、偵察の時ここでヒーラー、レイジかけた状態で負けたから、ヒーラー4ではさすがにいけないですよ。開かないんかーい、つって。タイミング分ければよかったかなぁ。この水筒がね、で、こっち開かなくなってしまうんですよ。で、このタイミングでもう一回出せばよかったですね。一気に焼き落としなくてよかったなぁ。で、ここ開かなくなったんで、クイーンがこの後どっち行くか分かんなくて、壁殴るのか回るのかっていうの、それを見て空を落ちるって感じに変えました。はい、で回ったんで、それこっちからと、黒風船据えてなかったんですね。ちょっと僕が一匹分釣れますか。まあもともとね、空パートあんま考えないで攻めてたんで、それほど影響はなかったです。はい、っていう感じで、10V10 がね、この1本しか取れなくて、
もう一本が 96% とか 90% とかで、ちょっとあれでしたね。で、初めて 11V11 やったんですけど、対戦で。取れたんで、援軍ラバルで、ここ狙ってきます、クイーンと対空砲だけ。で、これ、どう考えても、こっちからクイーン入れに来て、こう行きたいんですけど、この対空砲が届かないんで、こっちからクイーンを撃たせるしかないんですね。でもそうすると援軍との関係で結構難しくて、考えたのが、キングにこいつを持ってもらって、クイーンが、こっちを、たどるように。っていうのが、陸パート。で、陸しか考えてなくて、空はまあ、大量のバルーンをこの辺でクローンして、レジバーってやれば。で、この辺でキーンとしとけばいいんじゃねえとか思ってたけど、こっちもちょっとね、勢い余ってバルーン出しすぎて、クローンの使い道を変えました。で、テスラが、って感じ。このキングがね、思ったより強くて、惜しいとこまで行くんですよね。すごいなって。すごいな。ほんとミリですね。なんでここでクローク使って割と、Uターンは読めなかった。ちょっとヘイスト遅いですね。で、バルーン出しすぎちゃったんで、こっちにクローンに変えました。クレイチ。でもクレイチ。はい、でもクレイチ。クロマーシは多分10の対策陣よりは11のこういうあんまりこれ簡単な村の方が絶対簡単ですね。ということで、11時ね、ちょっと3戦目なんですけど、まだ、ペイト戦、外波次戦これということで、11V10 を5本と、11V11 を1本。これから、1週間ちょいが経ちましたけど、10日ぐらいかな、もらって。これから 11V11 もね、取れることがあったら、取っていこうかなと思います。